はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回も酎ハイ、キリンの氷結の、デリシャス、ピノノワール、アルコール度数 8%、こちらは、なんだ、新発売。氷結のデリシャスっていうのが出たっぽいですね。濃い味わい。果汁が 1.1%。原材料が、ブドウ果汁、カッコ、ピノノワール果汁と、ウォッカと糖類と酸味料と香料です。赤ワインの代表的な、ブドウ品種であるピノノワールの、氷結ストレート果汁を使用した、香り高く贅沢感のある濃い味わいのストロング。だって、ピノノワール。まあ、あれでしょ。よくわかんないし。まあ、氷結さ、アルコール度数減ってからさ、すげえまずくなったからね。今日のつまみはこちら。サキイカ。サキイカというか、ゲソです。ゲソ好きなんだよな。うまい。非常に美味しいです。氷結。で、カンピー。あ、ん？あ、でも確かにブドウの味はするんですけど。うん。なんか後味ですごいアルコール感がドカッときますね。こちらはですね、セブン&アイの限定商品。うん。だそうです。基本的にはなんか、ブドウのチューハイ。うん。の味ですね。まあ、巨峰というか。ブドウの、まあ、マスカットとか、まあ、あっち系かな。うん。マスカットとかも、の、チューハイみたいな感じですね。うん。まあ、マスカットと普通の巨峰みたいな。まあ、どう違うのかって言われると、ぶっちゃけブドウは、マスカットも巨峰も食ったことあるけど、まあ、ぶっちゃけ色しか変わんねえような感じはするんだけどな。あんまり。まあ、巨峰の方が美味しいのは間違いないですけど。マスカットはあれ、なんかたまに皮ごと食べられるやつあるよね。うん。皮ごとね。まあ、最近はもう本当に、果物が高いんで、基本的に全く変わってないですね。果物はもう、ほぼほぼ一切、数年間買ってないですね。あ、バナナは買ってる。うん。まあ、バナナと、まあ、リンゴぐらいか。うん。まあ、バナナは安いし、美味しいしね。うん。まあ、100円で、まあ、3本ぐらい買えるんで。美味しいです。うん。まあ、栄養価も高いというか、ね、栄養価というか、まあ、なんか、ね、美味しくて、なんか、うん。よくわかんないけど、体にいいような、勝手な想像ですけどね。うん。このね、キリンの氷結のデリシャスっていうのが、どうやら、
デリシャスシリーズはまだこれしか出てないみたいですね。最近出たのかな、これな。うん。多分。氷結のストロングは昔から、まああったけど、結局甘味料が入ってるんで、これ買わないんですけど、甘味料入ってるよね。うん。甘味料入ってますんで、買わないんですよ。まあアルコール度数 9% なんですけど、9% ぐらいだよね。まあ、甘味料が入ってるとものすごくまずいんで、まあ買いませんけど、これもなんかすごい、アルコールのえぐみみたいなのが、後から、ぶわっときますね。うん。で、最近、まだある、なんか、旅する氷結っていう、このシリーズも甘味料が入ってるんで、買わないんですよ。うん。まあ、なんでもかんでもね、まあ、アルコール度数高めでなんか甘味料入ってるパターン。本当にやめてもらいたいですね。それがなければまだ、まだ飲めるんですけど。この旅する氷結シリーズもこれ。甘味料が入ってるときだ。ダメだな、これ。うん。もう、酎ハイはもうほぼほぼ、なんか、ねえ、ほぼほぼなんか甘味料入ってるよね。もう最近は。もう嫌になっちゃうね。うん、まあ、まだ入ってないのっつったら、まあ、本搾りとかね。本搾りも入ってない人は割と美味しいんだけど。まあ、本搾りは本搾りであんまり甘さが足りないっていう感じはあるけど。本搾り、本搾り飲むなったらやっぱり焼酎ハイボールのレモンとかを飲むな。個人的には。うん。焼酎ハイボールレモンは、美味しいですよね。ドライはまずくなったけど。うん、レモンは安定して美味しいですから。なんであれに、なんでさ、ドライがあんなにまずくなったのかようわからへんけど。なんであんなにまずくなったんだろう。わかりません。
若干糖類も入ってるはずなんだよ、これ。確か。酎ハイはね、糖類がね、入ってた方が、個人的に美味しいんだけど。入ってなかったっけ？公式サイトに、あれが、成分表は？どこを見ればいいんだか分からん。多分、どうだったかな。でもそんなに甘くなかったかな。焼酎ハイボールレモン。やっぱり今は酎ハイで売れてるのはやっぱアルコール度数 9% のそういう系なのかな。そういう系が売れてるのかな、今な。大体ほら、アルコール度数 9% とか、甘味料入ってるんで、これ絶対買わないんですけど。まあ、やっぱり、一番なんか美味しいのは、やっぱ缶チューハイの、タカラの缶チューハイのレモンですよね。ただ値段が高いという。サントリーのストロングゼロとかね。こういったの、もう甘味料の手本みたいな、もう、甘味料だらけのね、もう味しかしないからね。ここら辺はね。全くいらん。ゲソうめえな、ゲソ。やっぱイカゲソですよ。ゲソが一番うまい。ああ、ゲソうめえ。マジでうまいわ。まあ、これは、まあ、うまいかっていうと、まあ、でもアルコール度数 8% で結構なアルコール感が、後味で来るんでね。でもちゃんとブドウの味はしっかりするんですけど。まあ、ぼちぼちってとこかな、俺はな。はい、4443です。ご視聴ありがとうございました。